はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第ね281回でございます。で、今回のテーマは今の教育 YouTuber についてっていうね、ちょっと真面目な話をしていこうと思うんですけども、まあまずはね、その話する前にさ、ゴールデンウィーク最終日ですよ。ちょっと今回ね、今週月曜にずらさせてもらいましたけど、最終日でございます。明日から学校嫌だなって思ってる方ね、非常に多いと思うんですが、で、まあもちろんね、ただただめんどくさいなっていう気持ちでね、嫌だなって方は、まあしぶしぶ行くと思うんですけど、まあどっちかというと、こう学校でちょっといじめにあってるとかさ、嫌な思いしてるなんていう方は、またあの苦しい日々が始まるのかみたいな感じがすると思うんですよね。自分もすごい思ってた。長期休暇明け。まあ今回ね、自分が学生の時10連休とか多分ゴールデンウィークなかったからさ、そんななんかラッキーなことなかったよね。でもね、3連休、4連休が終わった後もそうだし、まあ夏休みとかもそうだけど、こう、嫌なんだよね。またさ、窮屈というか苦しい日々が始まるから、でそういった方もね、行きたくないなって、特にお腹痛くなったりとかさ、吐き気する方もいると思うんだよ。この夜もなるだろうし、朝とかね。で、まあ、正直ね、そのいじめ受けてたりとか、そういう環境だったら行かなくてもいいんじゃないって選択肢はありだと思うの。もうまあいろいろね、その学校の制度とかもできてないからさ、その行かないって選択肢をすることによって後々苦しむこともあるけども、いや、言ってしまえば死んでしまうんだったらね、死んでしまうんだったらもう行かなくていいよ。本当に思うんでね、そんな命をかけてまで行くとこじゃないし、学校なんて。とは思うんだけども、まあまあまあ、そこはね、重い話じゃなかったとしても、明日ね、初日、その連休明けのさ、初日はね、こう、ちょっと無理してでも、行った方がいいかなと思います。それはなんだろう。そこまでね、さっき言った例えまで行ってない方限定にはなってしまうんだけど、なんかさ、初日って行かないと結構ずるずる行けなくなっちゃうんだよね、学校って。まあ、学校とかはコミュニティ、そういうね、人が集まるところっていうのは非常にそういう傾向があると思っていて、なので、まあ無理して行けよっていうわけじゃないんだけども、どうしようかなって迷ってる方がいるんだったら、まあ、初日はね行ったとしても、やっぱり案の定苦しい生活だったわってなるかもしれないけどね。まあちょっとそんな風に思っております。はい。しんどい方もね、多いと思うんですが、ぜひぜひ、頑張りましょうちゃうんだけど、こう、人生がいい方にね、まあ、さっさとさ、ほんとその中学校とかで苦しんでるんだったらね、高校もそうだけど、その3年間がさっさと終わることを願ってはおるんですが、まあまあそんな話でございました。ちょっと本題からずれてごめんね。よし、じゃあ本題行きましょう。ってことでね、まあ今の教育 YouTuber についてってことなんですが、まあちょいちょいね、いろんなところで話をしてるんですけど、おとといかな、呼び乗りのね、たくみくんが、ちょっとツイートしてるやつで、まあもしかしたら自分のツイッター絡みとか、呼び乗りのね、たくみくんのツイッター絡みで見た方もいるかもしれないんですが、まあそうと思うことがあったので、せっかくなので話そうかなと。で、テーマとしては、テーマっていうか、高学歴、まあ、左上のね、高学歴とか、まあ、収入とかね、アンチコメントとか、まあ、その辺のついちょっと話していこうと思うんですけど、まあ、自分はずっとさ、その教育 YouTuber が多くなったらいいなってすごく願っていて、特に、まあ、今ほんと増えたけどね、そう増えた。ただ、自分とか、まあ、呼び寄せのたくみくんとかね、彼らみたいに、授業を上げてる方って、やっぱそこには増えちゃいないわけよ。そういう人が増えてほしいの。増えてほしいんだけど、まあまあそれはね、自分が願ったところですぐ増えるわけではないんだけどさ、でも7年前のその YouTube の環境から比べたらさ、もう今の教育がさ、ここまで大きくなると思ってなかったから、これから、まあ、自分よく今年来年が勝負って言ってるんだけど、この教育 YouTuber 業界はね、だからもっともっと大きくなると思うし、でありがたいことにね、自分のその授業をまあ、見てくれてて、まあ、成長していくわけじゃん、みんな7年も経ってるから。で、大学生になった子とかが、たまに、その教師に、ね、なろうと思ってる子とかが、自分も動画の授業動画上げてみようと思ってるんですけど、いいですかって聞いてくれたりとか、アドバイスくださいって言われたりとか、そういうね、相談もしてくれたりとかしても非常に嬉しいよね。本当に嬉しい。で、まあ、そういう方がこれからも出てくるかもしれないし、もしかしたらこれを聞いてくれてる方の中で、ちょっとやってみたいな、興味あるな、でも実際どうなんだろうみたいな。思ってる方もいるかなと思って、そんなところをちょっと話していきたいんですね。で、まずね、アンチコメントからちょっと行くわ。赤のところ、右のね。で、まあ、アンチコメントはさ、YouTube だけじゃないけど、ネットにはもう付き物なわけですよ。ね、当然。で、最初は、まあ、自分なぜかさ、最初からアンチコメントいっぱいあった人間、まあ、自分の授業がクソだったのもあるかもしれないけど、で、まあ、みんなもさ、動画もし投稿したら、こう、見る人が増えれば増えるほど、やっぱり、そういう風に否定的に見る人ってのも増えていくわけ。今でも自分も言われるけどさ、自分は特に
そこまでめちゃくちゃ勉強できたタイプじゃないから、あのこの教え方草とかさ、この授業なんかなんかこんな授業のために時間取らせるとかマジ意味わかんないとかも言われるわけよ普通に。でそういう経験を、これからその動画上げようと思っている方たち、まあ、未来の教育 YouTuber なんて言い方させてもらうけどさ、もう、遭遇する可能性が非常に高いわけよ、うん、でもちろんね教え方に関してとかに、ツッコミが入って、それを参考にできることも確かにあるの。あ、そういう教え方あるわみたいなね、俺力不足だったわって、本当に今までも何回もあるそういうのもあるんだけど、でもただただ貶めるというか、そう本質が分かってないみたいなねとかさ、いろいろあるわけよね。そうで、自分が思ってるところなんだけど、やっぱりね、教師目指、まあ教育に携わろうとしてる人ってなんていうのかな、ちょっとね言葉がずれるんだけど、まあちょっと伝えやすいんでこの言葉使うけどさ、優しい方が多いんよ、心が。そう、優しい、まあ素直というかピュアというか。なのでこう自分とかさ、まあ、自分はちょっとひねくれてるんで該当しないんだけど、そこにはこうアンチコメが来た時に全部直球で素直に受け止めてしまう方が多くなる気がしてて、でやっぱさ最初の頃ってさ、なかなか見てもらえないから、多くの学生に、だからアンチコメのさ、同じ分かりやすかったですって一人言ってくれてて、一人ね言ってくれてるのに、一人の人間がクソ授業っていうだけで、もう、あ、俺の授業ダメなんだって思っちゃうことって普通にあり得るんだよ。でそうなってほしくないなってすごく思ってて、まあ、自分もさそうなってた時期があったから、やっぱ初期の頃とかね、俺なんかなんでこの活動してんだろうってやっぱり路頭に迷った時もあったから。でもみんなのその動画ね、授業をでためになったというか、救われたって言うけどもちょっと大きいけどね、こう勉強の役に立ちましたとか、分かりやすかったですって言ってくれる人が一人でもいるんだったら、みんなはその活動に意義はあるし、その一人の人間がさ分かりにくかったっていう意見に流されないでほしいなってすごく思うのね。で、あのこれは自分がツイートした内容と被るんだけど、授業にしても、授業者にしても完璧なものなんてないと思うんだよ。この世に完璧な授業とか完璧な授業者がもしいるんだったら、その人が動画撮ってもう永久保存版で語り継げばいいんだって、ずっと。だってそれが完璧なんだもん、でしょ。でもそうじゃない、いろんな先生がいて、まあ、いろんな教育法があったりするわけよ。でそれはなぜかっていうと、ベストがないからなんだよね。ずっとベターをみんな探してるの。俺もそうだし、もっといいね授業をしたいって、だから自分自身が高めていかなきゃいけないとかって言って、ベターをよりベストに近づけるように、ベターをこう追求していくというか、そういうものだと思うんだよ。だからその100人がもし授業を受けたら、100人のうち何人かはクソ授業っていう子は出てくるって。そしたら出てくるって、もちろんただただひがみかもしれないわけだしね。そうだから、ぜひねこれから、まあ本当今回教育 YouTuber っていうカテゴリーで話してしまったんだけど、みんなもね将来何かを目指そうと思った時に、それを足を引っ張ってくる意見が必ず出てくるから、そうみんなの足を引っ張ろうとするやつが出てくるんだよ。でも着目するというか、そのどこを見るかっていうところを非常に大事にしてほしい、うん、と思いますね。ちょっと長くなっちゃったけど、でじゃあ次ね、そのまあこう、まあそうじゃない、収入先行くか。これ収入なんだけど、まあ教育 YouTuber、教育ってさ、あの YouTube 業界では稼ぎにくいんです。これはね、現実として言っとこう。稼ぎにくい。あの、エンタメ系の方よりもやっぱ再生数回らないので、あの、見てもらう機会が少ないからね、そこまで。まあ、もしかしたら、俺がまあ、なんだろう、今現時点で自分のね、俺自身の授業力不足は確かにあるので、もっともっといい授業したら、すげえね、もう急上昇、毎日授業で乗っちゃうぜ、みたいな。こともあり得るのかもしれないんだけど、まあ、なかなか難しいわけよ。そう、難しいんですけど、でも、まあ、自分はね、本業も一応ありますが、でもばっか言ってるけど、今は、本業が仕事全体のもと1割を切ってるぐらい、もうほとんど YouTube とか、YouTube から発生したお仕事の方にもうメインを置いているので、それでも、まあ、贅沢もね、しなければ家族4人養えるぐらいには収入入ってくるので、もちろん不安定なね世界なんでね、そのこれを全て本業にできているかっていうと、なかなかね踏ん切りつかない方もいるかもしれないんですけど、ただちゃんとコツコツやっていけば、まあもちろんある程度の事業力が必要だったりとかね、いろんな運も関わってくるとは思いますけど、
この教育 YouTuber っていうものでもやっていくことはできます。自分がもし今大学生だったら、もう34になってるから違うけどさ、大学生だったら俺絶対やってるもん。俺学芸大の時にもしこの YouTube のこの教育 YouTuber って文化があったら絶対授業取って投稿してるもん。いいなって思う。だから学生の方は現役じゃなくね、もちろんあの社会人の方もそうなんですけど、もしね興味ある方は、まあ、顔出ししないっていう形もあると思うので、自分なんかね最初の方なんて顔出しせずに背中とかさ横側しか映ってなかったから、そういうのやる方もあるかなとは思うので、まあまあまあ収入に関しては心配しなくていいとは言えないです、正直。あの稼ぎにくいんで。そう、ただあの可能性としてゼロではないっていうのはぜひお伝えしたいとこなので、はいです。なんか曖昧なやつとかになっちゃった。ちょっとね、金額とか見せれたらいいんだけどね、さすがにちょっと YouTube とか Google さんに怒られてしまうんで言えないんですけど、はい、という感じですね。で最後はあのちょっとね、まあ教育 YouTuber、 まあ教育系のね方いろいろいらっしゃるじゃないですか。あの授業じゃなくて勉強を話す方っていうたくさんいらっしゃるの で、 でそういう方が好きな方にとっては少し、あこいつ何言ってんの、生意気じゃんって思うかもしれないんだけど、まあまあそれは怒られたらまあしゃあないね、コメント欄で謝れば。何かっていうとね、まあ、高学歴ってところで今さ、テレビもそうなんだけど、教育 YouTuber も、まあ、高学歴ブームっていうかさ、高学歴の方が圧倒的に多いんだよね。東大、京大、まあ、総慶とかさ、ね、有名私立大とかの方が多くって、まあ、テレビが東大ブームってのもあるとは思うんですけど、非常にこうそういう方が多いと。でそれが悪いわけじゃないの。なんだよそういうやつばっかりっていうことが言いたいんじゃなくって、そうじゃない方がたくさん出てきてほしいなってすごく思うのね。でもちろん、もしじゃあ自分が、まあ、学芸大さ、俺自分の大学大好きなんで学芸大を下に言いたくはないんだけど、でも学芸大と東大だったらさ圧倒的に学力差があるわけよ。でもしみんながさ全然知らない、じゃあたまたま今日なんだ YouTube で勉強を調べてみました、その時に東大の人と学芸大の人が全然知らない人ね出てきました、勉強を話してますって、どっちを行くかって東大行くと思うんだよね。でどっちの両話を見た動画見たとしても東大の人の方を参考にしたくなると思うんだよ。だって箔があるもんそこに、やっぱりね、学芸大 と東大っていう。でやっぱ自分もそうだったと思うの、高校の時に実際そういう状況にあったらそっちに行くだろうなとは思うんだけど、今まで塾講師やってきてね、で特に自分がやつは個別指導塾っていうのは本当に勉強できない子がたくさんいたの。偏差値50超え、まあ中学生ね、偏差値50超えてたらお前50超えてるすごいじゃんって言っちゃうぐらいにできなかったの、自分のその受け持った時、だから入塾してきた時に、中3の夏休みに入塾、部活終わったんで塾考えてきましたって言って確認したら数学の政府の計算ができないんだよね。 5-9 えみたいな、そういう子が当たり前だった世界だったのね。でそういう子たちに触れ合ってきたから、そういう子たちってね、その例えば東大生の東大の勉強法とかって言われてもピンとこないんだよね。でしかも自分とはもう全く別次元の話だから聞く耳を持たなくなっちゃう。だからってじゃあさ学がない人が話した方がいいのかって、それはわけじゃないんだけど、一概にはね。でもいろんな人がいた方がいろんな子供たちに刺さりやすいじゃんか。あのさっきのさ完璧な事業者がいないっていう話そうなんだけど、どんなに素晴らしい、俺あのクイズノックの伊沢さん大好きなんだけどさ、伊沢さんって本当に素晴らしい方なの、人間性も本当に素晴らしい彼は。でも彼がどんなに素晴らしい方だと思ってるけど、でも全ての子供たちをサポートはできないと思うんだよね。彼の話す内容を斜に構える人は絶対に出てくるし、そういう方も出てくるじゃんか。どんなに素晴らしい人でも完璧なストライクゾーンは持ってないんだよ。でそのストライクゾーンがいろんな、ね、方があるんだけど、そのストライクゾーン誰にもハマらない子たちもやっぱり実際いるわけよ。でだからこそこういろんな方が出てきてほしいなと思う。で自分も学がないとは思わないけど、でも今の教育 YouTuber 業界で言ったら学はかなりない方だよね、本当に。でもともと高校の時も勉強サボってしまったから、最後の高3の1年間で死に物狂いで勉強して偏差値20伸ばしてなんとか学芸引っかかった人間だから本当できないの。そうだからさ、やっぱり授業も基礎レベルのものが多くなっちゃうけど、でもそれが俺のスタンスだからいいかなとは思ってるわけよ。そうね、だから何が言いたかったかっていうと、結局今回言いたかったのはそのいろんな方が出てきてほしいなって、そういう出てこれる環境を作りたいなって非常にすごく思ってて、でそのアンチコメの話じゃないんだけど、ぜひあの自分自身だけじゃなくてね、みんなが今本当いろんな方がいらっしゃるから、教育のね関係の YouTuber の方たくさんいらっしゃるから、
この人のこと好きだなって応援したいなって思う方、信じてついていきたいなって思う方がいたら、ぜひコメント欄とか、まあ、ツイッターとかされてればね、 SNS とかでこう好意的な、なんかあのいつもやけなんか助かってますみたいな、すごい授業分かりやすくてありがたいですみたいなことを口に出してあげてほしいの。そう、それってすごい勇気になる。本当にね、みんなのその私がこんなコメント送ったって思うかもしれないけど、そんなことないんだよ。一つのコメントでもらえるエネルギーって半端ないんだよ。それに救われてる、ここまでやってきたから。そうだから、ぜひぜひ、まあ、自分もねそういうコメントいっぱい欲しいし、言ってほしいなって思うけど、でもあのみんながこう応援したいというかね、そういうふうに思った方がいたら、ぜひ、口に出してっていうか文字にしてね、あのその人に伝えてあげてほしいなと思います。それがなんだろう、おっちゃん教育 YouTuber からの本当にね切な願いなので、ぜひぜひねご協力よろしくお願いします。すいません、ちょっと長くなってしまったんですが、ちょっとね今回はこの話どうしてもしたかったんでね、喋らせていただきました。はい、ということで、次回は、まあ、次回って多分通常営業で日曜日になると思うんですけど、ゴールデンウィークも終わってね、みんながちょっと疲れてるかと思うんですが、今週は、スーさん撮ったりとか、ちょっと喋る動画ね、結構いっぱい上げていけるはずと思ってますので、またね、他の動画でぜひね、お会いしましょう。では、今回のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。